皆さんこんにちは。本日は2021年の走り納めということで、奈良県の飛鳥村で 200m の坂を7本走ってきました。年末年始は私妻の実家に来ておりまして、本来走る予定がなかったので、服装がダイソーで買った100円のネックウォーマーとユニクロの極暖ヒートテックで、ズボンがこうルコックっていう今はほぼ絶滅しつつあるメーカーの服で走りました。2021年マラソンに関しては豊富で終わりまして、でまた来年も丸亀ハーフとか市町村対抗駅伝とかいろいろ出る予定をしますんで、年末年始は自分のペースで走って、また年明け西京極で頑張っていきたいと思いますので、引き続き来年もどうぞよろしくお願いします。というわけで良いお年を。以上です。